このところ中国とか韓国がですね、抗日70周年とか慰安婦だとかもう盛んに言いますもんですから、日本の中にももう中国と韓国嫌だというふうな人が非常に多いわけですね。それで、そこまではもちろんいいんですが、私も腹立ってるわけですからいいわけなんですけれども、中国とか韓国をひどく悪く言う人がいるんですね。腹立ったらどうしても人間は悪く言いますが、しかしですね、日本から見て、中国とか韓国がひどいこと言ってますよね。嘘も言ってるし、もう あらゆることないことをずっと言ってるわけですけども、それに腹立って本当にいいんでしょうかね。日本はですね、例えば2000年って言いますとイチャモンがつくので、一応1500年としますね。だいたい紀元500年から現在まで1500年間の、世界各国の歴史というものを見てみますとですね、日本は島国で単一民族で、そして、天皇陛下がおられて、階級制ほとんどありませんでしたね。奴隷という階級もありません。農奴というのもありませんでした。江戸時代に、士農工商という身分制度があったとは言いますが、これは実は仮の職業的なものであってですね、本当の身分というのは全然形の違うものなわけですね。生まれつきで人間をもう区別してしまうという、そういうことですね。ですからそれもなかった。そしてほとんど外国に占領されるっていうか、アメリカに負けたじゃないかとなんですけども、実はその戦争に負けるっていうのは、普通の国の戦争に負けた状態っていうのは皆殺しにあったり、多くの人が奴隷として連れて行かれたりするということを意味してるわけで、そういうこともなく、もう一つ私が非常にこう科学という点ではですね、日本にはペストとか天然痘といったですね、大規模な疫病も実はなかったわけですね。ですから非常に安全で、それから私がよく言うようにお城がですね、日本のお城だけが世界でただ一つ、殿様だけが住んでいて、庶民はお城の外に住んでいた。つまりこれは戦いが起こっても庶民が殺されたりしょっぴかれたりしないっていうことを言ってるわけで、こんな国も日本だけなわけですね。本当に素晴らしい国の歴史を持ってるわけです。これに対して例えば中国の歴史ですとね、中国の歴史というのは関東草原民進とも一応あるわけですが、漢という時代の最後には、岡田先生の調査によると約国民の 90% が殺されて 10% しか漢民族が残んなかったっていうんですよね。それから唐、宋と来てから次の元がモンゴルですね。それから民、また漢民族ですが、秦は今度は満州族、女真族ですね。だから外国にずっと占領されてるようなもんなんですよ。それから支那という国はなかったわけですね。日本は日本という国がありましたから、鎌倉時代から室町時代に変わってもですね、それは源家から北条家に変わって、それが足利家に変わったっていうだけで、日本は日本だったんですけども、中国の場合は王朝が変わると国が変わりましたね。もちろん外国の国が来たりしてるわけですから。だから宋王朝から元王朝に変わればですね、原則としては前の、天子って言いますか、皇帝の墓は全部覆して骨バラバラにしてやり替えるという国が変わるわけですね。だから本当に中国の方が、政府が信用できない、信用できるのは家族だけだと言って、丸いテーブルを囲んで食事をして、家族のつながりを認めていかなきゃいけないという、本当にかわいそうな歴史を持ってるわけですね。それから韓国になりますと、朝鮮はもっとひどくてですね、半島にいましたし、小さい国でいつも中国の属国でした。延々と属国でしたね。ですからやっぱり、強い方にこうどんどん変わっていっちゃうっていうのも、やむを得ないことなんですね。きちっとした生活をできればいいわけですけどね、やっぱそうじゃないわけです。で、もちろん中国や韓国ばかりでなくてですね、イギリスですら、それからフランスとかドイツ、イギリスとフランスの間100年戦争から始まってですね、500年間ぐらい戦争ばっかですよ。そういうふうにですね、インドももうイギリスに占領されてね、植民地になったり、
まあ、中東なんかも本当にアッシリア時代、チグリス・ユーフラテス時代からですね、アッシリアがあったりペルシアがあったりアラビアが来たりですね、それからオスマントルクまでですね、もう本当にこう、違う民族にこう襲われては殺されっていう歴史を経てるわけですね。だから、まあ、そういう国から考えるとですね、まあ、日本という国はですね、もう本当に飛び抜けて素晴らしいわけですね。それからまあ現代を見ても、まあ、日本というのはサミットを見てもですね、白人の国の中に日本人だけが有色人種で、参加してる、世界で一番長寿だと、長生きすると、所得もまあ世界一ではありませんがほぼ世界のトップレベルであると、それから社会非常に安全で10万人あたりの殺人件数 0.6 人というふうにですね、飛び抜けて安全であると。じゃあなんで日本がそんなに素晴らしい歴史を持ち現在でも素晴らしいかっていうとですね、やっぱりそこの国を構成する国民、つまり日本人ですね、日本人の平均的なっていうかまとめた力というものが他の国よりか断然高かったからですね。ですからそのレベルが非常に高いわけですよ。日本だけがものすごくレベルの高い国から、つまり日本から中国とか韓国というのを見ますとね、やっぱり国民全体の力が違うんですよ。ですから日本から見ると欠点がいっぱい見えるわけです。例えば嘘つくじゃないかと、お金ばっか欲しいがって言ってるじゃないかと、あっち見たりこっち見たりしてるじゃないかと、こう言いますけどね、それは日本から中国韓国を見たらそうなんですが、他でもそうですよ。ロシアは農奴の国ですからね、わずかな貴族だけが繁栄してて、あとは全部農奴と言われる農民の奴隷だったわけですからね、それは悲惨だったんですよ。それは先ほど言いましたようにヨーロッパでも同じだし、それからもちろんアメリカのインディアンとか中南米とかね、まあ、そういうところまで広げますともっとそうなんですね。ですから日本人はですね、他国を見て非難しなくていいんですよね。っていうのはもうレベルが違うんですよ。全然日本人とはもうはるかに上におりますからね。今でもそうで、やっぱり技術の問題でも日本がちょっとやればですね、パナソニックにしてもテレビね、家電製品でももう全世界を日本が圧倒しちゃうわけですね。それから自動車ってもやっぱりトヨタ自動車ってこうなっちゃうわけですね。つまりその日本はもう何、小説もそうですよ。村崎式部の源氏物語、これは大体1000年に書かれたものですけども、日本でですね、女性が小説を書いた一番最初は、次はですね、紫式部の次はアフラベーンっていうフランスの人が1670年ですからね。だからもう日本は女性という点でも700年も先行してるわけですよ。だからまあその男女同権なんかも最近ではなんか外国の方がいいようなこと言ってますから嘘で、男女同権にしても国民の平等にしてもですね、技術的な力にしても社会の安全、つまり泥棒をしないというのは道徳にしても日本はダントツに高いんですよ。だから中国や韓国が日本を見てですね、眩しく思うのはしょうがないんです。眩しく思うことが向こうの反撃になって出てきてるんですね。それから日本が近くにいますから、もちろん例えば中国にしてみればイギリスに痛めつけられ、ものすごく長い間香港なんかも99年間占領されているにもかかわらず、イギリスには文句言わないで日本に文句言うのはですね、やっぱり日本の方がもっと輝いてるからなんですね。だからまあこれは嫉妬心みたいなのもありますしね、それからこんな強い国って言いますか、素晴らしい国が近くにありますとやっぱりちょっと危険もありますよね。そういう意味で、日本に反抗してるわけですね。日本人として私はですね、まあそうかそうかと、ね、あんまりその暴れるなよと、あなたの言ってることはみんな間違ってじゃないかと、まあいうようなことの態度でですね、やったらいいんじゃないかと思うんですね。ちょっと日本人で、日本はレベルがずっと高いのに中国とか韓国のレベルまで自分を落として、そして、バッシングしているという傾向も見られるので、ちょっと私残念だなと、そういうふうに思っております。